今からココちゃん家に久しぶりに遊びに行くんだ。この門の先にあるって言ってたけど、バスの看板がある。まあでもここの先って言ってたから、そのまま進んでいこう。ん？なんか外が異常に静かな気がするんだけど、ちょっと外に降りて見てみよう。え？なんだこれ？誰誰？え？人？人と同じぐらい高い人って、いや、いるわけない。でも怖いから、ちょっとココちゃん家に早く行ってココちゃんに話を聞いてみよう。急いでココちゃん家に行こう。でも気になるけど、やっぱり怖い。あ、あそこの家だ。早く家に入ろう。うわー、すっごい立派な家。2階も高くて、ココちゃん元気にしてるかな。ココちゃん、ココちゃん。はーい。あー、りっちゃん、よく来てくれたね。入って入って。お邪魔します。元気だった？うん、元気だったよ。こっちこっち、おばあちゃんもおじいちゃんも待ってるからさ、入って入って。お邪魔します。リップちゃん、お久しぶり。よく来てくれたね。今日は呼んでくれてありがとうございます。いいんだよ、今日はお泊まりだからゆっくりしておくれ。はい。そういえばココちゃん、おばあちゃん、ん、さっきね、ここに来る途中に、なんか不思議な人がいた。まあまあ、そういう話はいいからさ、早く遊ぼうよ。この家めちゃくちゃ広いからさ、遊ぶところいっぱいあるんだよ。わかった。さっきの気持ち悪い女の人のことを言いたかったけど、まあ後でもいっか。リップちゃんや、最近はどうか？何も変なことはなく元気に過ごしておるか？はい、元気にしてます。あ、だけど今日ここに来る時にね、急にあたりがすっごい静かになって、めっちゃ怖い雰囲気になったの。そしたらポポポポって聞こえてきて、そこを見たらね、木と同じぐらいの高さの女の人が立ってるように見えて、私もすっごく怖くなって焦ってここに来ちゃったの。リップちゃん、それは本当か？ちょっとまずいことになったかもしれん。え、おじいちゃん急にどうしたの？ココちゃん、え、怖い怖い怖い、それって絶対あいつだよ。え、怖い怖いよ。あいつって何？おばあちゃん、ココちゃん教えてよ、答えてよ。リップちゃんや、こっちへ来い。この二つを持っておくんじゃ。ほれほれ。え、塩とお札？はあ、リップが見たそれ多分八尺様だよ。八尺様？うん、古くからの言い伝えなんだけどね、この地域で八尺様って呼ばれてる女の妖怪、幽霊がいるの。身長が2メートル40センチもあって、ポポポって奇妙な声を出してるって。その女の人が目の前に現れたらもう最後なんだよ。え、何が最後なの？連れて行かれるとその後はもう分からないんじゃ。みんな行方不明になってるから。でも多分やられちゃうって噂。ちょっと待って、私今日会っちゃったじゃん。じゃあどうしたらいい？何か助かる方法はある？ねえおばあちゃん、リップのことを助けてあげてよ。絶対何か助かる方法はあるんでしょ？リップちゃん、こっちについてくるがいい。うん、わかった。心配するな、ここに入ってれば大丈夫じゃ。何この部屋？いいかい、よく聞いておれ。明日の朝までこの部屋に閉じこもっておくんじゃ。その間祈り続けなさい。そうすると八尺様も諦めると言われておる。誰が来たとしても絶対に開けてはダメじゃ。私たちは1階にいて2階に上がってくることは決してない。朝までとにかく耐えるんじゃ。
いいな、リップちゃん。うん、わかった。ねえ、ココちゃん、私朝までこの部屋に一人でいるってことだよね。うん、でもこの中にいたら絶対大丈夫だと思うから、何があっても絶対に耐えるんだよ。わかった。じゃあ私は下にいるからね。とりあえずさっきおじいちゃんがくれた塩を部屋の四隅に置いて部屋を守ってもらおう。でも塩を置くだけで本当に大丈夫なのかな。大丈夫大丈夫、絶対に何も起こらないから。何？何が起きてるの？ねえリップ、大丈夫？やっぱり私も中に一緒にいようと思うの。開けてよ、一緒にいてあげるからさ。え、ココちゃん？いや、でもちょっと待って、さっき誰が来たとしても絶対に開けてはダメじゃって言ってたから、ダメ、この声は絶対にココちゃんじゃない。リップ、ねえ開けてよ。リップ、ねえねえ聞こえてる？リップ、やっぱり発色様なんだ。え、すごいもの、部屋全体が揺れてる。黒くなってるんだけど。発色様、発色様が出た。助けて、ココちゃん。塩が黒くなってて封印の効果が切れたんだ。え、塩が黒くなるぐらい発色様の力って強いんだ。え、どうしよう、おばあちゃん。とりあえず車で逃げなさい。この街を抜ければもうついてこれないはずじゃ。来る時にも門があったじゃろ。そこが境目じゃ。その先にとにかく早く行くんじゃ。門を越えたら昨日おじいちゃんが渡したお札を八尺様に向かって投げるんじゃ。そうすると再び封印されるんじゃ。ココナ、一緒について行ってやれ。リップ、絶対に生き残るんじゃ。うん、わかった。リップ、早くついてきて。はい、おじいちゃんおばあちゃん、ありがとう。リップ、急いで急いで行くよ。やばい、エンジンがかからないんだけど。え、待ってよ、圧縮さはすぐそこまで来てるよ。落ち着いて行って、絶対かかるから。もう一回やってみて。リップ、リップ、早くして。もうすぐそこにいる。わかった、早くあの門の先へ行かないと。でも圧縮さは追いかけてきてるよ、急いで。リップが捕まっちゃったら嫌だよ。でもずっと追いかけてきてる。わかってる、わかってるから。あの門だよね、早くあの門の先へ行かないと。うん、あともう少し、これを抜ければ大丈夫なはず。抜けた。発色様はどうなったんだろう。ちょっと車を降りて確認してみよう。あ、この門の先には本当に来れないみたいだ。もう大丈夫なのかな、私助かるかな。リップ、おじいちゃんにもらったお札があるでしょ。それを早く投げて。発色様が出てこれないようにしようよ。お願いします。発色様がもう二度と出てこれませんように。消えた、本当に消えた。よかったよ、よかったよ。これでリップは助かったんだ。うん、ココちゃん本当にありがとう。うん、当たり前だよ。本当に助かってよかった。うん、みんなは発色様の話、本当だったら怖い、怖くない、コメントで教えてね。頑張ったねと思ってくれた子はグッドボタンよろしくお願いします。ピコミンズの他の動画も見ていってください。楽しい動画を